毎年のバースデーパーティーで僕がテキーラのボトルを一気するのもこの話に通じるところがある。パーティーは常に主賓が飲まされボロボロになるケースが多い。結婚式の二次会でもよく見る光景だ。相手のペースで飲むな、つまり人の土俵で勝負をするな、ということだ。例えば若手の経営者、サラリーマン、先輩から酒を勧められた時、飲まない、飲めないとは言えない。だからこそ僕は先に飲む。自分の誕生日パーティーではまず飲んでから挨拶。10杯のテキーラをバッと飲み、皆さんもここからお願いしますと。そうやって場を、自分の土俵、常に自分のペースにしている。話をする前にまず飲みましょうと呼びかける。自分のパーティーで盛り上がってくれば、わかというコールが始まる。その時はさっさと自ら10杯行く。煽られてよくわからない杯数を飲まされるのであれば、自分から進んで飲んだ方がいい。決して相手のペースにならないように。もともと酒は弱くない方だが、バースデーのこのノリはかなりきつい。テキーラのボトル開けも、これをやれば誰も文句は言えないというところまでやってみせた上で、じゃあ帰りますとさっさと帰る。きつければ帰ってから吐けばいい。考えようによってはこうだ。その10杯を飲むことで、その場でだらだらと2、30杯飲まされることがなくなる。もっと言えば、人生で飲まされる数百杯がそれぞれの最初の10杯で済むようになるとも言える。最初の出会い、場の始まりこそ受け身で過ごすのではなく、自分のペースを作る何よりものチャンス。それを生かすために、お前自身をどう見せるか。ぼーっとしてる暇はない。まずは先手を打て。考えるのはそれから。